今回は鶴橋駅から生野コリアンタウンに行くまでの間に通る鶴橋本通り商店街を紹介したいと思います。上に屋根があるので雨の日とかでも歩きやすいと思います。この日は朝早くに通ったのでまだ開いている店が少なかったです。印象としては飲食店が多いなという感じでした。スーパーも一軒ありました。そして最後の方にはマカロン屋さんとかもありました。ではどうぞ。